工作ご無沙汰してます。ライブ配信を引退して、まあこれ引退前に撮ってるので、もうこれを動画を流す頃にはもう引退が決まってる頃だと思うんですけど、引退する理由を今日はこの動画でお話ししたいと思います。最後までよかったら、ちょっと長くなりますが聞いていただけたら嬉しいです。まず私は5年間17ライブからライブ配信者をして、約2年前に TikTok ライブに DJ 社長が TikTok の時代だぞって言ってたのを機に、TikTok ライブに来ました。で、ライブ配信者として本気で結構生きてたので、悩むこともすごく多かったし、挫折することも多かったんだけど、それでも負けん気と根気だけは誰よりも強いから、ここまで本当にリスナーさん、皆さんのおかげで、こんなに大きな数字を作れるようになってやってこれていました。本当にリスナーさんたちの力とか、正直ライブ配信って投げ銭なので、その力がなかったらさくらさくっていう人間はいなかったなって思ってます。で、私の中でもライブ配信の中で1位を取ることが、やっぱり1位が全てじゃないってみんな言うけど、会社で成績を残すようなものと私は変わらなくて、やるからにはいい成績を残したいって思ってずっとやってきてたし、もう目標もあって進んできていてたんだけど、ライブ配信の目標とかはまた違う動画で私の一人の時に今度撮ろうかなって思うんですけど、今日はなんで引退になったかの経緯をちょっと話したいと思います。2年前に TikTok に来てから、ちょっと私少し悩んでたんですよね。特に数ヶ月前からとか、TikTok がより一層すごい時代に、戦国時代になってきて、すごいいいことだと思うし、でも私の思っている、目指しているやり方とちょっと違うからこそ大変なこともたくさんあって、ここからどうしていこうかなって、いろんな意味で悩んでて、決してなんか諦めたとかそういうわけじゃなかったんだけど、時にとある人に出会いまして、悩みを打ち明けたり聞いてもらったりっていう人がいたんですよね。で、その人、私が悩んだ時に話を聞いてくれた人がいるので、ちょっと一緒にお話をしたいと思います。ちょっと座ってもらって、はい、ご存知の通り自己紹介してください。はい、みんなもね、ちょっとさくらさんの動画とかで、見たことあるとは思うんですけど、今 TikTok とかね、赤髪しんのすけっていうアカウントでやらせてもらってるんですけど、はい、1個目の私の YouTube の動画に上がってる髪を染めた人ですね。はい、はい、なんだけど、彼に結構半年前とかだね、くらいに初めてご飯行って、半年ちょっと経つかも、行ってからお互いインフルエンサー同士で連絡取るようになって、なんかそんなきっかけからお互い、私も福岡に仕事で行くことが多かったし、たまたま東京で会うこともあった、から連絡を取るようになり、付き合ってはなかったよね。だけど、仲良くさせてもらってて、でもなんか徐々に一緒に食事とかも行くようになって、連絡も頻繁に取るようになってるうちに、なんかやっぱインフルエンサーって男女の絡みも多いし、私もこんなキャラだし、だからなんかお互い、嫉妬みたいのとかも出たりしてね。あったよね。あったりとかして、なんか付き合ってはないんだけど、なんか変な感情だったり喧嘩だったりになった時があって、で、そんな風になるんだったら一旦お互い、なんか彼氏彼女別にいらなかったんだけどね、あの時、当時いらないし、夢追ってるからいらなかったんだけど、そんな喧嘩するぐらいならなんか付き合ってるようなもんじゃんみたいな話になったことがあって、でもやっぱ私は配信者やってる時に付き合うと、多分、もう大事にもできないし、
私も配信もできなくなってしまうから、中途半端になってしまうから、ちょっと考えたいってことで、まあ、その関係のまま続いて、まあご飯行ったりの繰り返ししてたんだけど、まあとある日に私がすごく悩んでて、もうなんか限界の日があったんだよね、多分。なんかちょっとよく覚えてないけど。まあそれがこう、一回目に引退しようかなって発言した動画。今は人生終えようかなって思う。があるんだけど、この時は本当に付き合ってもないし、なんなら、なんかまあ、食事行くぐらいだったんだけど、この時に多分なんか私の中でわーっとなったものがあって、ちょっと、こう今までずっと夢だけガッと見てきたんだけど、人に頼ってみたいなって思った多分自分もいたんだよね、あの時に。で、多分あの日にあの動画みたいな発言をして、引退、誕生日ぐらいに決めようかなっていうのをあのぐらいに決めて、その後にこうお話しして、まあ30秒ぐらいで私、ライブ配信もし1位取れなかったらやめるわ、みたいな。で、まあそうなったら、よかったら前向きにお付き合いしたいですねって話をしてて、ルーチに、まあこう、最後のこう引退目指して、まあやってたわけよね。うん。うん、合ってる？うん。なんか付け足しありますか、ここまで。いや、だからまあ僕としては、だからやっぱその、ね、さくらがライブ配信でやっぱ1位取ってほしいなって思う気持ちもあるし、うん、思ってたんだうーん、けどなんかこう配信ばっかりで寂しいなって思う時もあったんですけど、うんうん、まあ、今回のこのね、うん、やっぱ1位になるのかならないのかで、うんうん、まあ、僕たちが付き合うのとかも、うん、こうなんていうかな、一個ブレーキが測るというか、うん、まあ、頑張ってほしい気持ちと、うん、一緒にいたいなって思う気持ち、うん、そうだからなんか葛藤してる。あの時止めてたもんね、別にいいよみたいな感じで、うん、男を出してきてなんか、え、不手って怒ってんのと思ったけど、いやいいんかなこれでと思ってみたいな感じの時あったよね。頑張りみたいな、うんうんうん。でもなんか私の中では、それは違うかなと思って、やっぱなんかそこまで私が今までこの5年間でマジで男の人と何もなかったのに、まあ恋愛してみたいなって思ったのって、やっぱそれだけ私も落ち込んでた時でもあって助けられたのもあったけど、今変わりたいともいろんな意味で思ったんだよね。なんかまあ出会って多分、まあその出会いの慣れ初めとかまた別の動画でこれから、上げていきたいなと思うから、今日は報告動画なので、まあ、簡単にちょっとこれから質問があったらたくさんコメント欄に書いてほしいんですけど、まあ、そこからとりあえず実は言うとその1位目指してる間に、まあ、体調が私が悪い日が続いてて、で、まあいつもよく体調悪いしいつものことだろうぐらい、なんならメンタルやられてんだなと思ってちょっと精神的にやばいんかなと思ってたぐらいだったんだけど、1ヶ月ちょっと前ぐらいに赤ちゃんができたことが判明しました、うん、正直作った気はないよね。作った気はなかったし、お互いその夢があったから順番みたいなのも絶対間違えたくないって思ってたし、まあ、こんなこと言えば私たちが言っても説得力ないんだけど、正直言うとその付き合いするってなるってことは私の中で結婚しない人と付き合う気はなかったから、なんかお互いそういうなんか結婚目的で付き合いたいねみたいな話はしてたよね、うん、そうから別に嫌だったわけでもないし、そのなんだけど、まあ急にまで来ちゃって、まあ正直その時一旦二人ですごく考えてで、マイナスに捉えないでほしいんですけど、お互いその夢の途中でもあって本当に目指したかったこと、本気でそのお互いが仲良かった時も夢に向かっての仲の良さだったよね、うんうん、夢をずっと語り合ってるからこそ仲が良かったし、そうお互いそれで支え合ってたから多分なんか居心地が良かったのもあるからこそ、正直今回赤ちゃんができたことをちょっと悩んでしまって、まあ結婚ももちろんしてないし、なんだ付き合ってるかもちょっとよくわかんないような関係の時にそうなってしまったからどうしようかってなって、まあ一緒に病院行って、
そしたら、まあなんと、私アホなので、できてたことに約5ヶ月気づいてなくて、病院行ったらもう大きくなってますと。5ヶ月間近で下ろすってことは、まあもう、死産、産むけど殺すことだし、お互い2人ですごく重く捉えて、まあやってしまったっていう反省ももちろんしたし、と同時にたくさん考えて大切にしていきたいとも思っただよね。うん。で、産みましょうとなって、この度、うん、結婚します。はい、結婚させていただきます。はい。私たちも正直急すぎていろんなこと今、わーってなってる状態なんだけど、中に、まあ、もう5ヶ月になる赤ちゃんがいて、まだ籍は入れてません。これから。子供ができて、まあ、すごく悩んだけど、二人でやっていこうって、これから前向きに。なんか、その時はすごく、お互い不安もあったし、てかなんなら今も不安だらけだし、私も、こう、やっぱ桜咲くとして活動してたのに、絶対応援してくれてた人も離れちゃうし、まあ、赤髪さんも夢があるしね。お互い、もしかしたらどうなるだろうって不安なことばっかりだったんだけど、まあ不安なことばっかり言ってても仕方がないので、まあ、前向きにやっていこうってなりました。うん。だから、これからは、まあ、私ももう5ヶ月で、7月には生まれる予定なので、ママインフルエンサーみたいな感じで活動していけたらなって思ってます。で、配信とかは本当に今何も考えれてない状態で、正直世間の意見がどんな風になるかもわかんないし、自分がね、どうなっちゃうかも全然見えないので、徐々にこれから皆さん温かく見守っていただいて、自分たちでこう模索しながらも一生懸命進んでいきたいなと思ってます。だからこれからは、まあこう私も一人でやることもあるけど、一緒にこう、チャンネルで出て動かして、夫婦チャンネルみたいな感じでやってったりもします。よろしくお願いします。だから今回の、まあ、動画でとりあえず言いたかったことは、まあがっかりさせた人がいたら申し訳ないんですけど、本当に急すぎる。だけど、前向きに、交際ゼロ日婚って思われてもいいような感じですけど、まあこういう流れで結婚することになりました。ので、これからはちょっと前向きに、二人で、三人でやっていきましょう。まあこれから二人で YouTube も動かしていきます。ので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前向きに。あと、これから、なんで、もう今、ざっくりしか言ってないので、なんでって思ったこといっぱいあると思うんで、ぜひ、コメントに、なんでなんだろうって、思ったこと全部書いてください。答えれる範囲で、まあ、ほぼ答えれるけど、答えます。どっちかというと、まあ、うん、おめでたい話じゃないですか。うん、そうなんで、ね。なんで、まあ僕を応援してくれてる、人たちもそうですし、まあ、桜を応援してくれる人たちも、温かく応援してくれたら、まあ、嬉しいけど、それで離れる、ちょっと僕たちは結構寂しいですけど、うん。なんか別に変わらず皆さんにハッピーをお届けできたらなって思うので。そう、だからちょっと今回の動画ちょっと暗めだけど、うん。これからはちょっとこう、うん、皆さんに。前向きにやらせていただきたいなと思ってます。ハッピーをね。うん。届けれるような、うん、チャンネルにできたらなと思います、はい、というわけでこれからの2人を楽しみに待っていてください。これからの隠し撮り撮ってたやつ載せるね。うん、もうあるん？あったなんと、はい、載せてきます。いやどんな動画がいい？よくするの？あーやばーやばーじゃ